はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はサムネにもあります通りギターレビューですね。今日はちょっとなかなかレアなもの、を手に入れました。これです。ソーラーギター、ご存知でしょうか。これはオラ・イングランドというスウェーディッシュギタープレイヤーですね、ギタリスト兼彼はプロデューサーですかね、が、使っているギターで、というか彼が、このギターの会社というかオーナーなんですね、どうやら。だから当然彼は YouTube でもいっぱいやられてますけど、彼はこのギターを使ってます。でこれこういう形してまして、非常にシンプルなデザインなんですね。非常にシンプルなデザインで、固定のブリッジと、で裏はこんな感じでスルネックになってます。ちょっとね、独特のシェイプ、ヘッドが尖ったリバースヘッドで、この12フレットのところになんかこういうマークがついてる、まあこれ彼のね、オラ・イングランドさんのマークなんですけど、ついてる、まあ言うなればシグニチャーモデルではあるんですけど、普通に販売されてるギターです。まあお値段がちょっと高いので、普通の価格帯のアイバニーズとかからするとやっぱりちょっと高めのギターなんですけど、これをたまたまですね、ちょっとラッキーでね、これに出会うことがあったので、手に入れました。生産はね、インドネシア産です。まあ多分上の方のグレードになるとアメリカ産だったりどこどこ産っていうなるんでしょうけど、まあどうしても価格を抑えたモデルになってくるとアジア、インドネシアはしょうがないのかなという気がします。まあインドネシアは私の中ではチャイナよりはいいかなと思ってるんですけど、あ、これモデル名ですね。モデル名は S2.6FBL っていうモデル名です。ちょっとよくわからないモデル名です。6弦ギターです。7弦もがメインであるんでしょうけど、私は7弦はやっぱちょっとね、好きじゃないというかよくわからないので7弦は弾きませんので、6弦ギターです。はい、でスペックの方はちょっとこちらの方にね、ちょっとバラバラとね出してみたいと思いますけど、一応こんな感じのスペックです。非常にベーシックな感じですけどね。でピックアップがこれはダンカンですな、ダンカンソーラーということで、ダンカン社とソーラー社の、まあ、コラボで作ったやつ。いわゆるアイバニーズがディマジオを、まあ、招集してるっていうのと一緒だと思いますね。これダンカンは使ってます。なので、音もダンカンチックな音がするんじゃないかなと思います。で、早速、鳴らしてみましょう。このギターね、まあ、オラ・イングランドさんをご存知の方であれば、YouTube で見ていただけると、普通にね、ググったら出ると思います。スペルはちょっとこちらに入れますけど、オラ・イングランドっていう方で、まあ、メタルコア系の音をよくね、ダダダダダダってね、ダウンチューニング、D チューニングかな、かなり低い感じの音で弾かれてる方です。あのね、かっこいいっすよ。なかなかね、イケメンとかそういう意味じゃなくて、なんかギタリストとしてね、なかなかかっこいい方ですけどね。で、まあその方の音が僕はすごい好きなんですね。アルバムとかは非常にクリーンな感じの音を出されたりとか、ちょっと軽い感じのね、クランチ系の音とかでなんかいろいろ弾かれてますけど、レビュー動画とかで見る限りものすごいハードコアというかメタルコアみたいな低い、D チューニングぐらいでもうガンガン歪ませてやってるんですね。で非常に音が好きなので、私はフォローしてる一人なんで、フォロワーの一人なんですけどね。でこれ見てくれてたらいいの。で、まあ、このギターは本当によく歪むギターだと僕は思いますので、ブラックスターを使わずにボスの刀をいきたいと思います。刀ってそんな歪まないでしょ。なので刀で、しかも USB で取らずに、まあ、出る音をそのまんまマイクで拾って、いわゆるゆるゆるシリーズ的にいってみて、どれぐらい実際歪むんだっていうことをちょっとね、仕掛けなしでやりたいと思います。ではやってみましょう。はい、それでは音やってみましょうか。ですね、ではアンプ音出しますよーと。クリーン、一応クリーンからいきますかね。ゲインを真ん中にして、マスターを下げていきますよ。 0.5W いきますか。どうしようかな。ゲインを上げて、まあフロントピックアップしてるのもあるんですけど、リアにしてみましょうか。
キンキンしてなくっていいですよね。音的にはいいじゃないですかね。悪くないと思います。はい、ちょっとね暗かったのですいません、ちょっと電気をね追加しました。はい、ではクランチいきますね。クランチリアピックアップでクランチいきます。よいしょ。何の変哲もないクランチですね。原因を上げていきましょうか。何の変哲もないですね。では、ですね、じゃあリードにしましょう。あ、ブースターかけようか。ブラウンにしてみましょうか。ブラウンね、これでガンとくればいいですね。ですね、来ないな。ブラックスターにしてしましょうか。ちょっとブラックスターにスイッチします。はい、ブラックスターにスイッチしました。どうかな。気持ちいいな。こっちかな。じゃあオーバードライブ、あ、これオーバードライブなんだ。オーバードライブなんだ。あ、そうか。結構歪みますよね。普通のオーバードライブでしょこれ。ではハイゲインって言いましょうか。ハイゲイン、ハイゲインはうるさくなるんじゃないかな。音があまり
なんて言いますかね、ハイゲインにしてもぐしゃって潰れないですよね。音がなかなかいいですね。いわゆるアイバニーズのディマジオとのコラボで作られたピックアップとかよりも、このダンカンとソーラーっていうのは多分ちゃんとした、まあ、そんなこと言ったらアイバニーズさんに悪いんですけど、ちゃんと研究してソーラーの、そのオライングランドさんが好きなサウンドになるようにカスタマイズされてる気がして、結果的にコラボしたことによってダンカン純正よりもいい音してるというか、そのなんて言いますかね、独自の音が出てるなと思います。まあ、私はオラさんの音が好きなのでこの音もすごく好きなんですけど、いいでしょこれ、全然潰れてなくてバランスがいいです、すごく、ね、ノイズも少ないですね。シャーシャー言わないですよ。いつもシャーって言うんですけど、やっぱピックアップがいいからかな。全然シャーシャー言わないです。今あの手で押さえてるだけです。これ音でほら音しますよね。音で ブリッジでこう押さえてるだけです。これだけで音がシャーシャー言いません。すげえ。すごいじゃないですかこれ。うわあなんだろう。音もピタッと止まりますね。すごいいいいい、これピックアップがいいんだな。でもうなんかすいません、ただのギター小僧、まあギタージジイになってますけど、めっちゃなんだこれうわピックアップがいいのかな、素晴らしいじゃないですか。いやこれはいいっすよ、大当たりですよこれは。あ、ちょっとオーバードライブに下げますね。フロント行きましょうか。フロントって音止まるじゃないですか。いや素晴らしい。音が太いですね。うん、音が太い。こんなに、というかこれちゃんと伝わってますでしょうか、この音の太さ。ちょっとね、マイクで撮ったらどうなってるか、この離れたね、ただのカメラのマイクなんで、わかんないですけど、めっちゃ太いですよ。これいいな。なんだこのピックアップ。うわぁ、素晴らしい。素晴らしいです。僕多分ね、これね、引き出したら多分もう1時間ぐらい止まらなくなると思うので、今度、アンプ直でこんだけいい音がするっていうのは分かりましたので、今度は、そうですね、ちょっと今日は、まあ、あまり長くなっちゃうので、これで一回ちょっとね、終わりにしまして、今度、いろいろなペダル、例えば、マーシャルのアンプありましたよね。マーシャルの、コード25っていうアンプ、あれを使ってみたり、他のボスの GT1000 だったり、ニュー X だったり、いろんなペダルと組み合わせてみたいと思います。多分、めちゃめちゃどれもいい音がしそうな気がするので、
ちょっとそれは実験してみたいですね。多分これ通せば、まあ、ちょっと残念ながら、なんか刀アンプとかちょっと相性が悪くて、あまりいい音がしなかったんですけど、ブラックスターズに変えた瞬間にいい音しました。やっぱりブラックスターですね。私は刀ダメなのかな、ちょっと残念ですけど、まあ、ブラックスター音がいいな。ちなみにね、セレーションが入ってるうんぬんっていうあるじゃないですか。で、セレーション入ってるからだろうと思われるかもしれませんが、ちなみにですけど、この刀のヘッドはこのセレクションで鳴らしました、先ほども。なので基本的には同じスピーカーで鳴らしているので、キャビンで鳴らしているので、単純にこのトランジスタのね、ソリッドステッドの性能の差っていうことになります。はい、こんなに違うもんかな。で、まあ、この後ね、ちょっともうちょっとギターを弾き込んでみようと思います。はいはい、いかがだったでしょうか。ソーラーギターめちゃくちゃいいじゃないですか。音がね、いい。まず音がすごくいいにもかかわらず、シャーシャー言わないでしょ。それから音がノイズがなくって、本当にピタッて止まるんですよ。一番ハイゲインで結構ね、あの音でやると結構いろんなピックアップだとシャーってやっぱ言うんですけど、ホワイトノイズって言われるね、音がピッタリ止まります。不思議です。なんでかわかんないです。ノイズゲート何もかましてません。今日ね、ケーブルギターから直接もうアンプに挿してます。間何にも入ってませんし、ブラックスターのアンプにはノイズゲートなどいうね、こうそういう小技はついておりません。まあ、アンプメーカーですからね、そんなんありません。にもかかわらず、指でピッとこう押さえただけで止まりましたし、正直びっくりです。で、うん。でね、弾きやすいんですよ。このスルーネックだからとかじゃなくって、ネックのその厚みっていうんですか、形状っていうんですか、これがね、アイバニーズに近い感じはしますね。非常に薄めのネックで、ここがこのここの部分の出っ張りが少ないっていうんですか、そのこうやぼったくなくって、こう、まあ、丸っぽくなくって、こう非常に薄っぺらい感じになっているのかなというか、まあ、感覚的な話なんですけど、とにかくね、握った時の感じがすごい、もうね、あ、弾きやすい、これ、あ、楽しいっていう余計なストレスを感じないネックです。はい、まあ、スルーネックは確かにね、弾きやすいっていうことに当然ね、プラスになっておりますけど、まあ、それ以外のハイポジ以外っていうのは普通のね部分なんで、それでも弾きやすいですね。すごくいいギターです。驚きました。なんじゃこのギターで、これはスカーフでついてるんじゃないかなと思うんですけど、多分スカーフで疲れてるのかな。ちょっと裏が塗装入ってるので分かりませんが、もう木目にちょっと変化点があるので、多分スカーフでついであるんだと思います。ちょっと色が濃いのでね、分かりにくいんですけどね。まあ、私実は昔からずっとオラさんの、オライングランドさんの、まあ、フォロワーというか YouTube ずっと登録してずっと見てるので、まあ、彼のギターもかっこいいなと思っておりましたところ、量産されて、いや高いな高いな、手が出ねえよそんな高い値段はって思ってたところ、非常に手の届く価格でポロッと出たんですね。もうかなりマークダウンされてるあれだったんですけど、おっと思いまして、あの念願のソーラーギターですね、手に入りました。オラさんありがとうダメかな、ちょっと英語で言わなきゃダメかな、でもここだけ英語で言ったって多分通じないと思うんですけどね。まあいいや、今度別にメッセージ送ろうということで、はい、今日は、話が、まあ、いつもながらちょっとグダグダとおっさんの好きなように喋りましたけどご了承ください、そういうチャンネルです。なので今日はソーラーギターですね、ソーラーのなんだっけ S2.6FBL というタイプですね、のギターです。非常に素晴らしいギターでした。今までいろんなギター弾きましたけど、これはかなりグレードがいいんじゃないですかね。うん。その、超めちゃめちゃ高くはないんですよ。いわゆるその2000ドル、3000ドル、日本でいう20万、30万、40万っていうギターじゃないんです。そこまでしないんですけど、にもかかわらずね、いや、素晴らしいな。アイバニーズのメイドインジャパンと変わらないぐらいいいんじゃないかなという気はしました。はい。まあ、日本でちょっとね、どれぐらいこれが流通してるのかっていうか、このメーカーが日本であるのか、ポピュラーなのかっていうのも含めて分かりませんけども、まあ、コメント欄でね、ちょっと教えていただけたらと思うんですけど、もしね、機会があって、触れる機会があって、楽器屋さんにこう会ってね、試し弾きができる機会があれば、ぜひですね、一度弾いてみてください。これすごいいいですよ。で、塗装もね、マット塗装なんですよ。その艶消しね。なので、いいです。キラキラせずに、カメラ映りも非常にいいギターだと思います。はい。まあ、個人的にはおすすめの一本ですね。はい。
ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。楽しんでいただきましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それからツイッターの方もね、始めましたので、あのフォローしていただけるとありがたく思います。今後、YouTube ライブの情報だとか、どっか日本に行った時にのつぶやきのね、いろいろな情報を、まあ、逐次 YouTuber で出せないような、まあ、リアルな情報をちょっといろいろ配信していこうかなと思いますので、引き続きそちらの方もよろしくお願いします。また引き続きね、いろいろ質問があれば Twitter の方でもいいですし、こちらの YouTube の方に、動画の方にもコメント入れていただけたらと思います。今後ともよろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。